車内に持ち込みされた自転車サイクルトレインとは自転車を鉄道車両内に和行状態ではなく解体せずに持ち込むことができるサービスである。なお路線バスにおける同様のサービスをサイクルバスという。自転車を解体することなく列車内に持ち込むことができるという点で解体して専用の袋に詰めて持ち込む和行とは異なる。解体が困難な式サイクルなどでも持ち込むことが 可能で、出発地から近くの駅まで自転車で移動し、その自転車を持ち込んで列車に乗車し、目的地の近くの駅で下車して、すぐに自転車に乗り移動することができる。日本では、近年、地方の中小私鉄が、利用促進のために実施している例が増えているが、大手私鉄でも、近畿日本鉄道の伊賀線、養老線吉野線や、名古屋鉄道の蒲氷線、 西洋線の一部で期間を定めていっていた。実施日、実施時間が概ね平日の昼間や土日祝日などの利用の少ない日、時間帯に限定されている場合が多い。また実施している路線であっても一部の駅では利用できない場合もある。運賃とは別に持ち込み量を収受する事業者と持ち込み量を収受しない事業者がある。事前申し込みが必要な場合もある。 これらの取り扱いは、鉄道事業者や路線によってそれぞれ異なっている。欧州諸国では自転車を車内に持ち込むことができる事例が後半にあり、坂道を走るケーブルカーに、そのような事例が多い。以下に挙げている路線、事業者の一覧では、日本国内の事例のみについて記している。2017年8月以降の追記あリーカの会社では、 自社線での自転車の持ち込みが可能であった。沿線で行われるイベントに合わせて列車が設定されるケース。イベントの参加、不参加と列車の利用申し込みは別々。列車の運行がサイクリングイベントと一体となっているケース。イベントの参加とともに利用可能で、サイクルトレインのみの利用はできない。ありがとうございます。